本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思うんですが、あのー、お話ししてくださる方が、あのー、もう見て分かる通おり、えー、最初に言っちゃいますね、コロアキさんです。よろしくお願いします。はい、コロアキです。よろしくお願いします。はい、あのー、SNS では煉獄さんとかコロアキさんとか呼ばれてますけれども、まあ、昨今ではね、あのー、自身の包茎手術のこととかを、ね、発信されたりしているので、えー、見てる人も多いんじゃないでしょうか。あのー SNS 界隈では一部話題になっている存在ですけれども。じゃあそもそもコロアキさんって何なの何者なのっていう人とか多いと思うんですよ。なんか反枠運動で Z リーさんと絡んでなんかバトった人でしょとか借金いっぱいある人でしょとかいっぱいあるんですけど、実際、何者なのみたいな感じをね、あのー、ぜひ聞きたいと。うちの草加信也たっての希望で、えー、この企画が実現いたしまして。 ということで、あのー、自己紹介を軽くお願いいたします。はい。あ、はじめましてコラッケです。よろしくお願いします。今ちなみにコラックさんおいくつですか。あ、今年四四十歳になります。はい。あのー、若作りなんですよ。めちゃめちゃびっくりしました。まさかの四十代今年。はい、で、あのご出身があの福岡県北九州市ですね。九州は、はい。で、北九にはいつまでいたんですか。 北でも、あれなんですよ、ちょっといろいろ忘れたんですけど、22歳ぐらいにこっちに来たのかなと思うんですよ、うん、来て、まあ、ま結構行ったり来たりもしてたんですよね。でも、高校までは北九で過ごされてたとは、まあ、違いないですよね。で,で、高校は中退されたんですよ、はい、そうです。なんでで中退したんですか、うん、なんかその時もまも、あ、家庭の事情ですね、うん、結構まあ家にも、まあ、母子ほぼ母子家庭で育ったんですよ。うん それでまあ結構いろいろお金があったりなかったりでいろいろ大変だったんですよね、うんまあ、ちょっと複雑な家庭環境にあったということで、ね、ああそうなんですね、はい、で高校中退してから何されてたんですかなんか普通にバイトとかしてましたね昔はどんなバイトしてもしっとらっしゃったんですかなんかガソリンスタンドとかでバイトしてましたあもう本当にいわゆる普通のフリーター若いフリーターっていう感じのスライフスタイルだったんですよね、はい、そこから、あのーまあ トラキさんちょっと知ってる人だっら、トレーダーっていう、ね、前職はトレーダーだったっていうのを、まあ、投資のね、はい、やってたっていうのを知ってる人もいるかもしれないんで、その、はい、北九のアルバイト生活から、どうやってそのトレーダーになっていったんですかまあ、バイトとか、まあ、ガソリンスタンドとか、なんか、土かのバイトとかもちょっとやってたんですよね、昔は。うん、でそれで、まあ、ちょっとお金貯めて、普通にトレードを始めましたね。うーん。うまくいったんですかその時も、まあ、勝ったり負けたり結構繰り返してたんですよね。 最高の最高収益最高まあ3億円ぐらいまでいったんですよねうんなかなかですね、それいくつの時ですかそれでも2030前半ぐらいかもしれないですね30ちょっとですデイトレードですか長期投資デイトレードとほうん、デ,デイトレードですね、うん、デイトレードとまあオーバーナイトとかもやってたんですよ、うん、持ち越しとかですねうんじゃあそこで普通にいわゆる普通の個人投資家デイトレーダーとしての、はい、で3億円までいくなかなか立派じゃないですか いや、でもまあそうでもないですよね別に3億円はですねその経験長い割にはまあそこまで勝ってないですよねうーんその前結構ジェットコースターでも結構勝ったり負けたりめちゃくちゃ激しかったんですようーんでも3億円まではいけるぐらいの実力というか力はまああったとしてですよ、はいあのー、借金自体もそこそこ長くにいかれてるんですよね、はい、借金もかなりいってますね今ってどれぐらいの借金があるんですか多分もう1億円以上ありますね それはどこから借りてるんですか別に借りてはないですよねあの証券会社の借金が多分二2000万ぐらいいったんですよ、うん、でそれも多分ずっと払ってるんで金利でもうずっと上がってるんですよ福利であとまあ家賃とかを結構家賃結構踏み倒してきてるんですよねなかなかさらっとすごいこと言いますけれども、うんあのー、踏み倒してきてるってことは余逃げしているってことですよね余逃げはしてないですなんか裁判になって裁判最後まで受けるんですよ、うん、でまあ控訴して上告とかまでしたりするんですよね、うん、だからまあ もう最後の強制執行まででいたりすするんですよはははそれ結構多分3回ぐらい繰り返し,しましたねそれはでも結局じゃあお金がないから払えないっていうことをあそ,うそうです、はい、あのー、トレーダーとしてお金持ってた時期もあってで今はお金ない時期じゃないですか、はい、お金なくなって今どれぐらいいつ頃その大借金でトレード中止っていうかトレーダーとしての活動が最近はもう2月ですね2月 2> まあ彼女から結構お金借りてたんですよ彼女いるんですか、うん 一応同棲してるんですよね 2>,、はい、2月は本当彼女から結構、まあ、彼女の口座から勝手にお金を下ろしてたんですよ借りてたっていうかパクってたってことですかはい2300まあ三百万ぐらいちょっともらっ,もらったんですよねあれ彼女ってちなみに何歳ぐらいの方か 2>,、まあ、2個下です、ね、2個下じゃあいい大人というかちゃんとおメス,スとかされてる方ですか一応働いてますよ彼女は、うん、その子が一生懸命貯めたお金を2300万つまんだっていうことですか はい。まあ、それで合計650万ぐらいつまんでるんですよね。はい。で、あの、何に使ったんですかでもトレードーです、全部。で、そこで完全負けて。はい。2月はもうめちゃくちゃ負けたんですよね。もう300万近く入金したんですよ、合計で。うん、それでももうひたすらずっと負け続けたんですよ。う五十、原始まあ50万を維持しようと思ってずっと入金してたんですよね。でも、じゃあそこで大負けしてのもうトレーダー引退って形だったんですか、うんうん あれは、はい。それでも諦めましたあれはもうあれでじゃあ<構>それが引退したら今年2月でそのあと、ね、どうしてたんですか、はい、その後はもうなんか何も知れなかったんですよね、うん、何も知れなくてまあほんと寄付とかできてきたんですよ寄付はい寄付といいますとなんかツイッターやってると結構人がなんかお金くれたりしてたんですよ振り込んでくれたり まああっっったたらちょととお小遣いいくれるとかそういうのがあったんですよ、ね、家はまあ彼女の家に転がり込んでるって形あずっとそうですね<ー>もうそこ4年ぐらい住んでるんで彼女の家はあのー、じゃあいわゆるあの何、ーはい、だろう物語通なんだネットこじき、はい、なんかそういうふうにいろんな呼びかれがありますけどそういうことをしてたっていう反枠運動も同時並行だったんですか反枠運動は去年のまあ10月からしましたねしてました あです、ね、ちょっと前からです。ねちょっと前からですなんで反ワク運動、ワクチン自体、反対だったんですかワクチンもなんか、よくまあ分からないですよね、よくあんまり考えてないですけど、そのマスクはちょっと面倒くさくてで、したくなかったんですよねマスクが嫌いっていうのと、反ワク運動ってなんか違うと、なん、はい、でそんないや、反マスクと反ワクチンはもう同じなんですよ。はい、じゃあ、思想的に共感して始めたんですか思想的にはまあた、多少は共感してましたね、最初は。 うん、でも、なんか、途中から、なんか、違うなと思ってきたんですよ。結構、なんか、みんな陰謀論の考え持ってるんで。え、でも、思想的に、愛入れないのに、活動を続けてたら、なんでなんですか。うん、それ、やっぱ、売名目的もあるんですよね。売名?。はい。あ、自分の知名度を上げて、なんか、いろいろやっていこうかなと思って。うん 結構始めたんですよね SNS とかでこう、ことにかく知られるようにしたいっていうそうです、SNS とかまあ実際にやっててるんですよねだからその頃、煉獄コロワキって名乗って煉獄さんのコスプレして、なんかやってたいや、最初は煉獄カズアキって名乗ってました、本名のははははぁ、はい、コロワキっていうのは、ゼットリさんがつけたんですよねあ、そうでしたっけはい。今すっかりコロワキの方でコロワキじゃなかったんですよなんか定着しちゃってますけど煉獄カズ,カズアキで、はい で、なんかあの、あの時のやりとり僕見てましたけど、はい、あの、煉獄さんがなんか動いた的な感じでなんか、わーっとなってたから、すでにファンとかもいたって感じなんですかあ、なんかぼちぼちいましたね。でも反ワクチンの運動が、活動家からは結構嫌われてたんですよね。本気でやってないからいや、やってることがちょっとふざけてるとか言ってですね。どんな活動してたんですかいや、その山手線でなんかあれですね、その武器持って集合とかですね。あと、まあ、酒飲んだり、そういうことしてたんですよね。 それ別に反枠活動とか反マスク活動と全く関係ない感じもあるうそうなんですよそれをちょっと反枠に結び付けてたのもあったんですよはいはいはい、はい、その方が面白いかなと思ってちょっとやってたんですよね実際こうどうですかし知られるその時点ではどうで知られてる感じだったんですかフォロワー数とかどんぐらいだったのいやその時もフォロワー数、まあ、5000ぐらいでしたねうん、はい、で結構まあツイッターとかで知られてたんですよあ 僕らは正直そこまで、はい、えー、煉獄和明という人物をそこの時点で知らないわけです。はい、まあ、要は、コロアキさんになってからなんですね、はい、知ってるのは。はい、で、それを知ることになったきっかけというのが、はい、Z リーさんとのバトルですね。はい、なんでよりにもよって Z リーさんに喧嘩売ろうと思ったんですかいや、Z リーさんに絡んだら、なんとなく相手してくれそうだなと思ったんですよ。はい。 そのその山梨戦の一週間前にもなんかゼットリさんが結構つぶやいてたんですよね。鬼殺隊誰も来なかったとか書かれたんですよ。これ行けるなと。であ,あでこの人はちょっと行けるなと思ったんですよね。なめているんですか。いやなめではなかったんですけど <laughs> なんかあこの人もしかしたらちょっとなんかい。 いじっててみたら相手し恐れ多くてというか怖くてというかあのいろいろな感情があってあのとてもじゃないけど俺そんなことできませんけどね、はい、す,ごいすごいと言っていいのかどうか分かりませんけれどもただ、はい、その最初でも俺覚えてますよあのやり取りあのゾクッとしたのが、はい、乗り込んでやるって言ったじゃないですか化け猫カフェに、はい、あれ本気で乗り込む気だったんですか <laughs> あそうでですすねね乗乗りり込込みままもずに、うんはい、結局なんかあの コロナでなんか、うん、あの、動けないみたいになってたじゃないですか。えち、違います。それは後ですね。その二週間ぐらい先です。そそれで、実際のバトルはどうだったんですか。あ、実際のバトルは、まあ、普通に、次の日、会いましたね。うん、会って、普通に話しただけです。で、ど、どんな感じで、諭されたというか、話されたんですか。いや、なんでこんなことしてるのとか聞かれたんですよね。なんて答えたんですか。いや、まあ、その売名目的でしましたとか言ったんですよ、ね。まあうん さんは鉄拳制裁ですかいや鉄拳制裁じゃなかったですねどんな感じちょっとは怒ってましたねやっぱやっぱさすがに怒ってましたさすがに怒ってましたでもやっぱ笑ってましたね結構あじゃ意外とコロワキさんの作戦がはまったってことですか今の動きを見てると多分そうですね意外と自分の策がはまって ZD さんの懐に飛び込めたなっていう感じだったんですか でも、懐に飛び込むとかそういうあれじゃなかったんですよ最初は別にそれでまあ売名できたらいいかなと思ったんですよね実際あのゼトリーさんとの,その話し合いのバーとかが作られなかったら本当にそのまんま化け猫カフェに乗り込むつもりだったんですかそうです何する気だったんですか乗り込んでいやただ乗り込むだけですそんな派手なことはしなするつもりなかったんですよね普通にお客さんとして入るぐらいのつもりですかそうです それはまあ武器持って集合とか書いてたんですけど実際持っていけないんですよね捕まっちゃうんで持っていくとにあとあれ,それ猫自体に何か危害を加える気とかも特にはないです僕も猫2匹飼ってるんですよねあそうなんですよ猫好きなんですね、はい、あ猫好きなんですよね<ー>、うん、それただ猫に危害を加えるやつもりなかったんですよ本当にむしろ可愛がりに行こうと思ってたと可愛がりに行こうと思ってましたはーはー もともとじゃあ z リーさんの化け猫カフェの存在自体は知ってたんですかあ知ってました、はい、いつい普通に行ってみようかなぐらいに本当に思ってたぐらいの距離感というかはいでそれでじゃあ z リーさんとのバトルがこれでいい形で着地するわけじゃないですか本人の狙いどおりはいまあそういうふうにお,お世話してくれとは思ってなかったんですよ別になんでお世話してくれたんですかねそれはんかよくわからないですよね よまさかでもそれだけ、まあ、こういうことを起こしてそこまでよくしてくれるとは僕も思ってない、ね、そうですねめっちゃよくしてくれてますよねはい俺から見るとですよ黒昭さんすごいズズしい性格なのかなと思ったら意外とね話してみるとそうでもないし、はい、ちょっと変なところはあるけどそれなりになんかちゃんとしようとされるじゃないですかはい逆にこう ところに入っていくまでの間、はい、あの本人的にはあれうまくいってんなあの名前も売れてきたなとかこれいけるなみたいなそういうふうにこう文字通り狙い通りの売名行為がはまったなっていう実感はあったんですかまあ少しはありましたねそれは、はい、今はでも完全に売名うまくいってるじゃないですかはいフォロワーはちょくちょく伸びてますねでもまだまだですね、はい、やっぱフォロワーは目標数値ってあるんですか 今年に万なかなかうん、えー、まあなかなか増えないですなんかあのフォロワー増やしてやりたいことってあるんですかいやもうそのインフルエンサー活動ですねでも今確か1万5000とかそれなりにまとまった数、はい、もう当初の3倍ぐらいになってるわけじゃないですかはい,いやでもやっぱ他の人と比べると全然ですね一番比べてるの誰ですか いやもう草加さんとか丸山ゴンザイさんとの僕は出さなくて草加と比べてるってそこだけちょっと言ってくれる方が僕的には草加と比べてますってぜひ言ってみて、はい、いやもう草加さんとは結構比べてるんですよ自分でお互い顔出してるんじゃないですか <laughs> はいあのそれちょっと僕が言ってほしかっただけでも,でもそのインフルエンサー活動の一環で <laughs> あのこれあのレンタルコロアキってやってるじゃないですか、はい、その前にレンタルコロアキってつまり名前も入ってるじゃないですか、はい、あれッ Z リーさんがコロアキって名付けたんですかそうですねはい えそのバトルの最中、いつごろバトルが終わったあとですね、終わってたぶ二2週間後ですね、はい、コロナになった時ですよ、ね<ー>はい、こいつはカズアキじゃなく、もうコロアキだとかなんか書いてあったんですよ、その時に、別にそれを使う必要ないじゃないですか、はい、でもなんか、すべて、煉獄カズアキすら捨てて、はい、コロアキで行っちゃったじゃないですか、はい、あれなら全力で乗ろうと思ったんですか、そこに。 いやそ,の名前そういう和秋だとほかにもいるんですよねあ<ー>でコロアキだとほかにいないからそっちの方がいいなと思ってん,んでそこだけ冷静にんですかめちゃめちゃ、はい、<laughs> あこれ乗っちゃえとそうですね乗った結果、はい、今レンタルコロアーキー始まってるじゃないですかあれも z リ,、はい、リ,リーさんの発案なんですかあそうですねはい、あのー、ツイッターとかでは言ってないんですけど、うん、そうですね z リーさんですね鑑定にあれはああ行っちゃってよかったの あ、それだめって言われてないですよねそ、うん。まあ、というかさ、あの、僕が見てても、そうだろうなっていう気はしてましたよ。ちょっと、あ、か、賢い人だ、わかるんですよ。あれも、ゼットリーさんが。アドバイスしてるんだろう、なんていうのが、うん、あのー。大体の人はわかるんです、ね。まあ、大体見てる人、わかると思います。で、ただ、その、何してるのかが、いまいちよく分かってないんですけど、何してるんですか。レンタルでも、多いのが、まあ。まあ、飲みに、うん、飲みとかですね。はい、飲みとか、食事とかが多いですね。え、行って、一緒、に行ってら、だらだら話す。そうです。はい。何話すんですか。 いや、もう普通にもう世間話とかですね話するのえで行って奢ってもらってしかもギャラももらうとあそうです今何件ぐらいあるんですか1か月に件数はちょっと忘れたんですよでも一応売り上げはまあ60万ぐらいありましたねなかなかありますねいやでも始めたばっかなんですよ始めて1か月目なんですよねああでも60万でなかなか稼いでるじゃないですかはい、はい、それで稼いだ金で包茎手術行ったんですか、はい 違います。それもなんかレンタルですね包券施設は包茎じゃないですかまあヒアロロンさんのあれですねあ<ー>、はい、あ。れも新生包茎だったんですよねなんか新生多分火星だと思うんですよねうん<ー>、はい、でも火星で人、はい、を肥大させるヒアロロン注射で、はい、肥大させることで缶向けになったっていうことなんですかそうですこれどこの病院がやってくれたんですかあの六本木のベアリークニックってとこです、ね そこ行くとヒアルロン酸で引き糖を肥大してくれるんですか、はい、そうですあとはまあ包茎手術とかもですねでもあのヒアルロン酸ってあの年月たつと抜けるっていうじゃないですかなんか23年で抜けるみたいですねじゃあ23年で包茎に戻らないように皮切っとこうってことなんですか今回、はい、そうですどうなんですかこれ見て僕も行ってみようと思いましたみたいなことがあったらちょっとやっぱ嬉しいもんですかいや嬉しいですねめちゃくちゃまさにインフルエンサーですよねはいそれ嬉しいです まあそんな感じで、レンタルコールラーキや、方形手術とかで話題を集めてますけれども、はい、今はね、初めて会ったような話してますけど、僕、あのー、コールラーキさんとはね、あのジムで会ってるんですよね、ジム仲間ですもんね、<laughs> 仲間って言われたんですけど、はい、あと、あのー、試合出るんですよね、はいいつでしたっけ、7月10日です。7月10日ですよ、もうあと1か月、もうこのリアルタイムで言うとね、はい、1か月じゃないですか。はい あのー、大丈夫ですか、かいやいやあの、僕が言いたいのはですよ、はい、勝つ、勝たないじゃないですよ、はい、怪我とかしそうじゃないですかまあ、運が悪いと怪我するんですけど、まあ、昨日もちょっと保険証ちょっとゲットしてきたんですよ。はい ななんとかなりますすしてもですね僕はジム仲間と言われたんではっきり言わせていただきますとトレーナーたちから、うんうん、あんなに弱い人見たことないって言われてる上に、うん、あんなに練習しない人見たことないと、うん、金払って格闘技ジムに来て、うん、あの10分歩いて帰るって初めて見ましたって言われたんですよ、うん、大丈夫ですかマジケガっていうか<あ>結構やばいレベルであの心配されてましたよあ知ってるんですかこれ確かに10分で帰ってたんですね <laughs> 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 忘れないうちにちなみに何て試合でしたっけこの大会あ男気ですはい、はい、ホランキさんの男気をね是非確かめに行ってほしいんですよそれはチケット売り切れてるんですよあ<っ>インスタライブでも今回は無料で見れますすごいねもうんはいうん、この先それでお客さん集められるって分かったら、はい、あの、格闘技の方も継続的にやってくるんですか、はい、やっていこうと思ってます そうやってねあの、自由な暮らしになってるわけじゃないですか、トレーダー時代の上がり下がりのあるすごいこうプレッシャーの中、はい、今のレンタルコロワール空き生活っていうかと、と、はい、そのトレーダー時代比べて、どうですか、どっちがやりやすいですか、まあ、トレーダーの時も結構、上下激しくて、結構、精神的には疲れてたんですよ、うん、きつかったんですしんどかったんですよね、まあ、勝ってる時はいいんですけど、負けてる時はやっぱ精神的にきつかったですね今はじゃあ、その分がない分、やっぱ楽しいですけど、やっぱ、将来の不安はありますね、やっぱ。 そうそうういろんな活動を<で>やっていかないといけないなと思うんですよね今まさに出た話です,うすこういうふうに SNS で有名になりたいっていう若者きっと多いと思うんです、はい、あのその中でワ脇さんはまさにこうなんていうかなあのプラチナチケットを手に入れたというか、はい、いろんなあのインフルエンサー特に ZD、まあ、さんや草加信也とかそういうねあのわいはちょっと偏ってるにはしてもですよ、はい、あ,るある種のこうインフルエンサーたちの目に留まって、はい、こう バッと有名になる、あの、きっかけを掴んだわけじゃないですか。この先ですね。どう、何をどう目指してるんですかまあ、YouTube はやっぱ結構難しいんですよね。Twitter のインフルエンサー活動とかもですね。い。んいや、もうこれから、今はどうしても。はい。裏社会ジャニーのメンバーに入りたいですね。もうレギュラーメンバーです。あの、それもいろいろやっていきたいんですよ。本当。ん 裏社会ジャーニーのメンバーは<れ>本当すごいいいなと思うんですよねいやもうレギュラーで出てみたいなと思うんですよねいやあの疎、ー、開、うん、じゃなかったっけいや疎開はまあ炊き出しとか手伝ってるんですよはいはいはいで,で裏社会ジャーニーの,そのレギュラーメンバーもにも出てやってみたいんですよでですねえっと草加の目が死んでます今 <laughs> <laughs> レギュラーメンバーで手伝うことを手伝ってみたいんですよね でも、先々、まあ、うちのメンバーはともかくとして、なんかその、いわゆるユーチューバーとか、はい、あの、インフルエンサー的な、はい、そういう活動なんですかまたそのトレーダーに戻りたいとか、また別の形のトレードまあ、例えば仮想通貨もそうだし、あの、投資対象もいろいろ変わってきてるじゃないですか。はい、NFT とかもあるし、ああね、だから、 あの新たな投資の方に行くのか、またデイトレードの方に行きたいのか、それとも投資とは全く違う形で行きたいのか、あの先々本当に具体的ななんかこう、目標というか、何かあったりするんですかあ今、コスプレートークンとかを結構かじってるんですよねうんそれ以外でいうとあの、借金問題あったじゃないですか、1> はい、約1億、1> はい、あれ、返していく気なんですかあれはちょっとさすがに返せないですね、だからもう自己破産したいなと思ってます、それは。 さらっとすごいこと言いますけども、ね、はい、なんかあのえ、自己破産え、自分でするんですかまあ、司法書士に頼まないといけないですね。うん、で、僕の母親もしてるんですよね、自己破産。うん、で、自己破産すれば5年後にやっぱ、カード作れるようになるんですよね。うんうん、カードも欲しいなと思ってます。あと5年でっていう感じですよね。 はい、今はまあ彼女のカードを使わせてもらってるんですよね、はい、なかなかな感じですけども、はい、でなんかそのちょっとコンビニ挟んだところによると、はい、その自己破産すら案件で取れねえかなと思ってるそうじゃないですか案件で欲しいですね司法 <laughs> 書士さんよかったらお願いします司、ね、法 <laughs> 書士事務所の人が <laughs> <laughs> 自己破産の案件を出すと <laughs> ちょっと待ってください自己破産する人が案件でもらってギャラ出るじゃないですかおかしな話になりませんそうなんですかね それとも、あの、その手数料というか、それをゼロにしてくれって、確か、チコ己さんもたし確か、あれですよね、20万とか、ね。20万ぐらいですね。それをタダにしてくれ、みたいな感じなんです。で、うちでやってればいいよと。はい、その様子を、あの、告知してくれるならっていう。そうです。はい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 。はい、いやー、ちょっとね、はい、たくましいね、ワ脇、はい、さんね、本当に。はいはい あの、うちのチャンネルだとね、犬くんっていうね、あの、破滅型ギャンブラーとかね、あの、その方が出てて、その人がちょっといろいろ怒ってもらったりしながら、生きたりしてましたけども、このアクションの場合はちょっとね、また違ったたくましさがありますね。はい、も僕もやっぱ破滅型ギャンブラーなんですよね、どっちかというとすまあ、トレーダーですからね。はい、あの、じゃとりあえず投資の世界よりも、まあ、借金をなんとかしつつ、自分でもう生きていくというか、まあ、 ただ生きるだけじゃないんですよねいや投資の世界もやっぱお金あったらやりますね<あ>やってまた配信とかしながらやろうかなと思ってるんですよああ<ー>、はい、じゃあもう SNS とか動画配信とかを使って自分の知名度も高めつつ、はいはい、そういう仕事もやれたらって思ってるってことなんですね、はい、そうですねトレードもまたやりたいです好楽さんでも今あのあれですかあの活動の中心のになる SNS はどれですか やっぱツイッターですか、はい、であとバンされなければ YouTube もバンされなければ YouTube ですね、はい、インスタとかその辺はインスタも登録だけしてますじゃあ TikTok も登録だけですねとりあえずはあのツイッターを見ればあの、はい、どんな活動してるか分かるっていう、はい、そうですいやーなんかねあのそんな感じでコ好キさん謎のベールがあのめくれたのかあ謎が深まったのか あーなんかよくわからないようで分かったようなただ、分かったことは想像以上にあのあの考えてもいるしでも楽天的だしクズっぽいところもあるし、まあ、応援したくなる人がいる気持ちもわかりますし、まあ、受け入れられない人もきっといるでしょうけれども、うん、まあでも、コロッケさんたくましく今日も生きておりますということでできればこのチャンネルを見た人は応援いただければと思います。ということで今回はどうもありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました現在丸山ゴンザレスとハードコアチョコレートのコラボ T シャツが発売しております詳しくは概要欄から見てくださいバックプリントもかっこいいんでぜひそっちもチェックしてみてください